アシットジャズレコーズは1987年にジャイルス・ピーターソンとエディ・ピラーが設立したイースト・ロンドンを拠点とするレコードレーベルである。そのプロデュースで最も有名なジャズ音楽のアシットジャズというサブジャンルと同盟である。レーベルの最初の契約はシンガーソングライターのロブ・ギャラガーのバンドカリアーノで1987年にレーベルの最初のシングル フレデリック・ライズ・スティルをリリースした。これは、カー,ーティス・メイ・フィールドのフレディーズ・デッドのサンプリングをフィーチャーしている。このレーベルはその初期にカムデンズ・キングウールズでクラブナイトを開催したことで知られており、ナイト・トレーンズやアマン・コールド・アダムなどのアーティストをフィーチャーしていた。1989年にピーターソンが 自身のレーベル、トーキング・ラウドを設立するために去った後、アシッド・ジャズは、1990年にセルフタイトルのデビューアルバムをリリースした、ブランニュー・ヘビーズ、コー・デュロイ、マザー・アース、1992年にデビューシングル、ウェイン・ユー・ゴナ・ラーンをレーベルからリリースしたジャミロク・アイなど、第2波となるアーティストたちと契約した。1990年代を通じて、このレーベルは、 数多くのコンピレーションアルバムも発表した。特に、トータリーワイヤードシリーズは、アシッドジャズというジャンルの持つ影響とサウンドの範囲、そして当時リリースされていた作品をカバーしている。1993年、レーベルのオーナーであるピラーは、ナイトクラブを購入し、ブルーノートと名付けた。当初、自分たちのレーベルの音楽を宣伝するために、使用されていたクラブは、すぐに、 大きな評判を呼び、週に7日間フル稼働で、ミュージシャンであるゴールディのメタヘッズレーベルを含む、様々なクラブナイトを開催した。1990年代後半に、ブルーノートが閉鎖された後、レーベルは、アシットジャズだけをプロデュースすることをやめ、ソウルやモッドのジャンルへと焦点を移した。2000年代半ばには、アンディ・ルイスと契約し、ノーザンソウルにインスパイアされた。 トップ40シングルでボーカルにポールウェラーをフィーチャーした Are You t r i n g to Be Lonely のリリースなどが見られた。レーベルはまた1960年代のレアな7インチバイナル版 EP のコレクションであるレアモッドシリーズをピクチャーーボツきで発表し、それに付随するコンピレーションアルバムもリリースした。その後の10年間でレーベルは25周年を迎え、 ブランニューヘビーズやザ・ピープル・トゥリーなどの多くのベストセラーアルバムを再発し、アートワーク本や DVD を含む6枚組 CD のスペシャルボックスセットを発売した。この期間には、イギリスの俳優マット・ベリーのフォークロックや、ニューストリート・アドベンチャーやメン・オブ、ノース・カントリーといったより、現代的なソウルアーティストともレーベルが契約する姿が見られた。2017年、レーベルは、 ソウルシンガーであるリロイ・ハトソンによる未発表のシングルポジティブ・フォーセスを発表し彼の作品のアンソロジーをリリースした。2018年には彼の最も人気のある2枚のアルバムハトソン・ハトソン2を再発しリロイ・ハトソン・ザ・マンというタイトルの彼に関する短い4部構成のオンラインドキュメンタリーを制作した。レーベルの30周年を記念する一環として エディ・ピラーと彼の友人であるマーティン・フリーマンによる選曲をフィーチャーしたジャズコンピレーションジャズオン・ザ・コーナーをリリースし、コーデュロイは18年ぶりとなるリターン・オブ・ザ・ファブリックフォーというタイトルのアルバムをリリースした。ありがとうございます。